大宝一孔は日本の俳優である。本名中浦明、旧芸名、大国一郎、大国一君。東方の映画データベースは大宝、一君の読みを、大国一君としている。1900年1月1日、高知県に生まれる。1920年代の初期から、 大国一郎の芸名を名乗り、神奈川県横浜市山下町31番地で1920年4月に、設立設立された、大正活影で映画に出演したり、地方巡業を行う劇団で実演をしていた。日本映画俳優全集男優編及び芸能人物辞典明治大正昭和によれば、1926年、 京都府京都市右京区五室の牧野プロダクションに入社、鳴門市長に出演とされているが、日本映画データベースによれば、同年から翌1927年にかけての時期は、当時、同プロダクションと密接な提携関係にあり、牧野東京派と呼ばれた高松と四次郎が主催する高松あずまプロダクションの制作するサイレント映画にもっぱら出演している。牧野プロダクション。 お室作品への出演が本格的に始まるのは同年3月31日に公開された牧野正弘監督の謎の人よ以行である。1928年3月14日に公開された牧野正造監督による大作中根儀列実録中心蔵にはキラノ家来枠牛太郎役と狂人荒物や千五郎役の二役で出演している。同作は 牧野正宏が所長を務めた牧野プロダクション名古屋撮影所で松野廊下等のセットが組まれており同じ駆動撮影所が制作同年4月3日に公開された富澤進郎監督の旋風時にも出演した同年秋には東京府江原郡蒲田町にあった小畜蒲田撮影所に移籍した同社では現代劇の喜劇映画に多く助演した 1934年、日活が同年に、北多摩郡長布町大技、布田小島分の日本映画撮影賞を買収して、開いた日活多摩川撮影所に移籍している。同社で初めて陶器一作品に出演した。その後、関西新派の小山、梅、野井秀夫の一座に招かれ、梅野井のお吉に大国が、タウンゼントハリスを演じた、当人、お吉の演目で、 満州国や日本統治時代の朝鮮を巡業する旅に出た時期があった。1938年には京都の日活京都撮影所に移籍大くに君と改名した。1942年1月27日の戦時統合による大英の設立以降も継続入社、日活京都撮影所改め大英京都第一、撮影所に所属して脇役出演を続けた。 第二次世界大戦終結後は、当初、東京の東宝に出演したが、やがて東宝葬儀により、新東宝での出演が増え、1952年には、大砲、和ずきと改名した。1953年秋からは拠点を京都に移し、大英京都撮影所、小竹京都撮影所、東英京都撮影所を渡り歩き、主に時代劇の悪役を演じた。この時期、 テレビ映画にも出演している。1964年以降は拠点を東京に移し、フリーランス的に仕事をした。満67歳となった1967年7月11日に公開された成人映画、快楽の罠に出演しているが、これは戦後の京都時代に付き合いのあった深田金之助が制作、監督した作品であり、本作以降の出演記録は見当たらない。 没年不詳。時期は不明であるが、女優の黒田清の実施と結婚した。すべてクレジットは、出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、 ほぼ減損しないフィルムである。特筆以外すべて制作は、牧野プロダクション五室撮影所。すべて配給は、牧野プロダクション。特筆以外すべてサイレント映画。すべて、多くに一郎名義である。学生ロマンス、若き日で、無事なと呼ばれるヒゲの教授を演じた。万29歳。特筆以外すべて制作は、松竹蒲田撮影所。すべて配給は、松竹キネマ。 すべてサイレント映画、特筆以外すべて、多くに一郎名義である。特筆以外すべて制作は、日活玉川撮影所、すべて配給は、日活、特筆以外すべてトーすべて、多くに一郎名義である。特筆以外すべて制作は、日活京都撮影所、すべて配給は、京都、すべてトー大ー、多くに名義である。 特筆以外すべて制作は、大英京都第一撮影所、すべて配給は、映画配給者、以下すべてトーキー、多くに和君名義である。特筆以外すべて制作、配給は、東宝、芸名が途中で、多くに和君から、大宝、和君名義に変更された。参照大部のポスター。新、平家物語のポスター。特筆以外すべて制作は、 大英京都撮影所、すべて配給は大英、すべて大砲、和ず名義である。特筆以外すべて制作は、東英京都撮影所、すべて配給は、東英、すべて大砲、和ず名義である。ありがとうございます。